丸紅ビルジングは東京都千代田区大手町に所在したオフィスビルである。丸紅東京本社ビルとも呼ばれ、総合商社大手の丸紅が本社を置いていた。建て替えられるため解体され、2021年5月、丸紅は完成した新本社ビルで業務を開始する。その昔は一橋徳川家の広大な武家屋敷跡で、1964年に気象庁が 隣接地に移転した跡地のうち西半分の5600平方メートルは日本セメントに払い下げられた。三菱寺所はこのうち東側の3140平方メートルを買い取り、日本セメントと共同でビル建設を計画した。旧町名から竹平町ビルジングの仮称で1970年3月に着工。21ヶ月の後期の後、 1972年1月に、竣工。テナントは丸紅に決まり、建物名も丸紅ビルジングとなった。1996年4月、三菱地所は土地、建物の所有権を丸紅に売却した。2016年4月、丸紅は本ビルの建て替えを前提として、同年9月までに本社を東京に本場タワーに移転。 既存ビルは体制建設によって解体され、2021年5月、丸紅は跡地に完成した地下2階、地上22階建ての新本社ビルで業務を開始する。本ビルの建設には、体制建設が開発した積層工法が採用された。これは各階を一層ずつ積み上げていくもので、外壁も一層ずつ取り付けられる。この工法は安全度の向上や工期短縮。 美観の向上に効果があった。皇居ヒューガーモンに近く、憩いの場とするため建物の高さを構想とする、代わり周囲にはオープンスペースを取り、池や植栽を配した。これは1970年に創設された総合設計制度の公開空地の考え方を先取りするものであった。気象庁跡地のうち東半分は、竹橋合同ビルで、KKR ホテル東京が入る。 西側は都道301号線を挟み、パレスサイドビルディングが立つ。北側は日本橋側で、その上部に首都高速都心環状線の高架橋が通る。最寄り駅は東京メトロ東西線竹橋駅で、首都高速5号池袋線一橋で入り口も近い。ありがとうございます。